どうも馬の下です。パラダイス、無限大ホール10周年ということで、はいはい、我々も月1回ですね、はい、トークライブの方やらせていただいてるんですが、そうですね、本当にいい劇場でね、そう、あそこから次のスターが出るんですよね。若手がね、たくまして、あそこで、ね、本当に激しいオーディションが行われて、そうそう、ね、うん、その中のほんの一部が、うん、こうあの劇場からね、はい、レギュラーを勝ち取りまして、厳しいですからね、うん、そしてこの芸能界に羽ばたきまして、そう、ね、うん、その芸能界でバラエティー番組のMC をやってね、そうそうね、うん、MC をやって、もうそいつらがどん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 増えていってね、そうやね、もう芸能界のね、テレビはね、もうあいつらでね、うん、そいつらでもう未来の無限大の芸人たちでもう全部、そうね、放出されていってね、そうそうそう、で我々は仕事なくなってくさー残ってんの、我々はその仕事がなくなって大変ですよ、なお前らみたいなやつは、チケット、客入らんくなって、チケット買い取り制になって、バイトもできんし、チケット買い取りで消費者金融行って、それでバイトも入られへんし、金なくなって、芸人やめてまえちょっと半端の時に、同級生がみんな課長とかなってる時に、そのタイミングでやめてしまえ具体的にやめてしまえ。本当にね、でもね、一番、ね、公にファンに手を出せる時期だと思いますんで、頑張ってください。いや、生々しすぎるでしょうか。おめでとうございます。10周年ですね。